本日もカジオ鉄道チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さて、今こちら分割式レイアウトの前側と後ろ側をくっつけた状態ですが、ただですね、中央の部分、ジョイントの部分が出来上がっておりません。そこで今回はですね、中央の接続部分の製作と奥側にレールを敷いて一周走れるようにしていきたいと思います。まずはこのように手前側と奥側にですね、ユニトラックをつけて、こんな感じで、ジョイナーを使って接続ができるようにしていきます。今これ、木工用ボンドで止めているところなんですけども、乾いたらかなり強固に止まるはずですので、ジョイナーを使って、止めていきたいと思います。そして、ここから奥にですね、またコルクシートを使って道床を作り、フレキシブルレールを敷いていきたいと思います。というわけで作業をするために、前側を一度外して、後ろ側をね、反転させて置いてみました。今、両端にユニトラックの接続用部分をつけていますので、この間をこれからフレキシブルレールを敷いていきます。そしてですね、いつものように使うのはこのコルクシートですね。まあ、ダイソーとか、100均の100円ショップでね、売っていますので、短冊切りにして、カーブの部分、こうやって切れ目を入れているので簡単に回りますね。これをこのようにずっと端まで敷いていきたいと思います。そして地面の上にコルクシートを貼って道床を作りました。こちらのですね、レイアウトの分割部分のジョイントからずっとこのようにコルクシートを敷いています。これがですね、今後道床になります。で、ここからまたユニトラックですね、レールは今通してませんので、前側の部分と同様、フレキシブルレールがここまで来て、枕木が。で、レールだけはここの端っこまでね、直通するというような、そんな感じになります。では、今、ボンドがつけたばっかりなので、木工用ボンドが乾いたら、フレキシブルレールを敷設していきましょう。こちらも同じように、フレキシブルレールを設置していきます。この長物のフレキシブルのレールをですね、端っこ、レールは余らせていて、ここのユニトラックの方に差し込んでいき、で、あとはこちらの方を、このコルクシートの方に釘止めをしていくという形になりますね。で、最後にこのジョイナーの部分で既存のフレキシブルではなくて、このユニトラックの方に付き合わせて完了ですね。あとは枕木を寄せてきて固定をしていきます。そしてフレキシブルレールとフレキシブルレールの接続点をハンダ付けしていきます。あまり固定を当てすぎるとこの枕木が溶けてしまうので、当てるのは5秒ほどでスッと離すように仕上げます。というわけで接続箇所のハンダ付けが終わりましたので、このようにレイアウト後ろ側も線路を敷くことができました。こんな感じでフレキシブルレールがつながっています。そしてですね、これからこちらの方はまだ後で作業をするので、そのままにしておきます。この手前側にカーブ鉄橋の方のレイアウトをくっつけて、これからちょっと試運転をしてみたいと思います。そして先ほどのジョイナーをですね、こう今ちょっと互い違いにつけてるんですけども、こんな感じでフィーダー線がつながっていて、そしてこうやってつなげると分割式レイアウトがドッキングして、電気的にもつながったという。当然ですが、反対側の方にはフィーダー線はついていません。こんな感じで、ジョイントの部分にユニジョイナーをつけて、ユニジョイナー、このジョイナーをつけてですね、こう付き合わせて接続すると、こんな感じで、あ、まだあった、こんな感じですね、つながりました。これでですね、分割式レイアウトの前側と後ろ側がこう一周つながったわけです。ではですね、いよいよ試運転に入ってみたいと思います。前回分割する前の 1200×600 のレイアウトでは DL カプラーをつけた車両が脱線してしまいましたが、今回は果たしてうまくいくんでしょうか。ちょっとドキドキですね。
というわけで加藤のキハ8号系ワイドビューフィダーを乗せてみました。早速試運転をしてみたいと思います。感じですかね。で、ここがカーブ鉄橋です。まあ、まずまずといったところでしょうか。ちょっとところどころ車体がフラフラしているところありますが、大丈夫でしょうか。少しスピード上げてみましょう。まあ大体このぐらいの速度で脱線しなかったら、まあ合格かなと思います。次は反対向きですね。続いては懸案事項だった TN カプラ付きの車両を走らせてみたいと思います。JR 九州のキハ58系ですね。トミックスの車両です。この車両が前回 1200×600 で作った時に脱線をしました。今回はどうでしょうか。まあカーブも比較的緩く作ってあるので、もし脱線するとすれば今気になっているのがあの右の奥ですね。あそこちょっと車両がくねくねしてしまっているので、おそらく発泡スチロールの土台を作ったところの継ぎ目の問題ですね。まあでも脱線せずに走ってるのでいい感じじゃないでしょうか。というわけで今回は今見えているこちらのレイアウト裏側へのレールの敷設と全体を接続して試運転を行ってみました。こんな感じで今見えているようにですね、緩いカーブを描いた駅にここのセクションがなっていくんですけども、もうなんかなんとなく駅のイメージが湧いてくるような感じがしますね。はい、では次回はですね、レイアウト前側に戻りまして、これから山の製作をしていきたいと思います。今回は大きい山になりますので、あらかじめ骨組みを作ってから山の製作に入っていきたいと思います。で、また次回の動画をお楽しみに。